どうも、ボーロボと申します。今回は、原口議員のつぶやきに、ついての動画です。台湾だったらよくて中国なら悪い。内向きの村の論理。台湾も中国も同じ中国人。相互互恵関係にあるのになぜ、線を引く。損するのは日本だけ。日本の半導体技術は、どうやって誰に潰された？長期の衰退で技術の優位性までもが、劣後し始めている中で、さらに遅れるか。ここに来て、台湾も中国も同じ中国人、と、来ましたか。中国共産党に媚びましたね。日本語での発信がわかる、中国共産党関係者に向けてですかね。この発信は、原口議員はこう言っていますが、この問題に関しては、日本は同盟国と価値観を合わせましょう。わざわざ不穏な動きを続けている。適正国家に合わせる必要はありません。この世界情勢で、中国共産党の主張に、がっつり合わせた発信をする原口議員。どういう考えで、このような発信をしたのでしょうか？と、まあ、今回は、こんな感じで、気になった人は、チャンネル登録お願いします。Twitter フォローなども、お待ちしております。それでは、また。